ほら子育てだってそうじゃないですか。また話が戻りますけれども、うん、<laughs> うん、それぞれだからね。そう、自分の判断で選べるように導いてあげる親は。自分の判断ってさ、うん、そのいろんな場面でたくさんあるんじゃないですか。だ、うん、からそこに何か一つの法則というか自分なりのやり方ってあるんですか。 最終的には自分がそれでハッピーになるかどうかなのうん。まあまあ、究極的にはハッピーになるかどうかですよね。最終的にはすべてね。やっぱりねどっちが自分にとって心地よいか。そう,そう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 。あ,<ー>あとは、それをやってる自分が好きかどうか。そこ大切かもしれないな。それはあるかもしれないですね。それをやっている自分が好きかっていうの方が分かりやすいんですかね。ご機嫌そっちの方が分かりやすいですかもしれない、ね。今のいいですね。うん でもほら、<う>ナルシストの人って何やってても自分が好きだから、<laughs> <laughs> 違うけど。<laughs> 結局話があっちこっち行っちゃうけど。<laughs> うね、でもね、だから、丁寧な暮らしを、ね、している自分が好きじゃなかったんですよ、多分私。そういう自分が。だからどっちかというと、その、ホットクック使ったりとかしながら、仕事してる自分の方が好きだから、うん、究極的にはそう、それですかね。自分がどう,どう見たって、はたから見たってさ、和ズさんって生き生きしてるもん。 してますてるだから <laughs> ほだから普通だと思うよだから <laughs> らしい和木さんらしいっていうふうに見えちゃう、うん、ホットコック使って料理の時間を機械に任せておいて、うん、その間に仕事して、うん、だってホットクックしかも美味しいんだよまずきゃねいやなこんな節約時間したけどまずいのこんなって嫌だけど美味しいからただ一つ あの肉じゃがだけは私の方が絶対うまいから。あもう全然違う。肉じゃがは私が作った方が美味しいけど、それ以外のものは大概ホットクックさんの方が上手に作るし、<laughs> <laughs> いや、本当においしいあの、ね。野菜のね、なんだろうな、硬さとかがちょうどいいんですよ。カレーにしても何にしても。自分が作るとちょっと肉崩れしたりとか、硬かったりするでしょ。私が最近一番、なんだかんだ一番ね、メニューで。 よく作ってんのは、あ,のあれだよあの、えっとね、お味噌汁作るの,あの、お野菜をいっぱい入れてお味噌汁を作るメニューがあるんですよ。野菜ゴロゴロだったかななんか忘れちゃったけど。具だくさんそ汁。あ、具だくさん味そ汁だ。それで、とにかくあの冷蔵庫にある余った野菜を全部ぶち込むわけですよ、その中に。そうすると、うもうちょうどいい硬さの味噌汁ができるので、うもうそれだけで。 幸せになりますよしかもなんか私はもうホットクックさんって呼んでるから人だと思ってるんで <laughs> ホットクックさんに作ってもらって最高じゃないですか自分で作るより一人作ってもらった方が美味しいから、うん、だからね美味しいものを作ってくれるから私は最高だと思いますよ仕込みにそんなに時間取られないですかねそうそあとはそのいつでもできるから で予約メニューもあるから朝例えばお勤めの人だったりするとまあ夏はね腐っちゃうからよくないけど、うん、朝入れて時間ピピってやってそうしたらもう帰家に帰った瞬間にドアを開けた瞬間に家中その料理の匂いがするわけですよ<ー>もう幸せになりますよ <laughs> 私全然シャープの人じゃないんだけど <laughs>、まあ、それもタイムマネージメントだなうんでしかもアプリ と連携されてるのででで経由で<ー>そこがミスですよだから外,外で今日何作ろうかなって外,外で多分買い物したりお茶飲んでる時にこにアプリで検索してあこれ作ろうって言ってで家に帰っていや、まあ、そそこ外でそのアプリ見ながら買い物するわけですよで。家に帰ってそのアプリからあのホットクックさんに 送信ってやるとそのメニューがピーって飛ぶわけです。すげえ。で、本当にホットクックのスイッチを押すとそれが始まるっていう、そういう便利な,な具材だけ入れとけば。そうです。すごいんだな、うん、具材とでも調味料も全部入れたみ味噌汁なんかも味噌から最初から入れちゃうんですよ。カレーも最初からカレー粉入れちゃうし。 それででも十分美味しくできるすごい時代だな、うん、使わない手はないですよねですよ5万円なんて安いもんですよ、うん、こうまあ <laughs> 一般的にその家事をやられてる方の時間をこう捻出<う>するというかだって今時あれだよね高い炊飯器10万ぐらいするでしょあし、ね、それ考えるとだって買いですよねそこら辺のものの考え方なんだな多分判断と、うん、多分ねその価値観っていうのはやっぱりもう、うん これはねどうしようもないかなって思いますよ。だから、何回も私、本に書いたけど、これはあくまでも私の場合だから、真似しろとは言いませんと。ななその投資する価値があるかどうかの判断のところですよね。うん、そうです,そうですあとは、それを買っても文句を言わない旦那 <laughs> そこもあると思いますよ。私がポンポン物買ってきても文句言わないから、うちの、まあ私が自分でお金出してるからね。でも使いこなしてるからね。あまあまあ効率的に使の時間が増えてるので。だから最近はあれですよ、うち洗濯機買ったんですけど、全自動のね、洗濯機を。うん、あドラム式っていうのかな,ない、それももう欲しいなと思って、その瞬間に店行っちゃったから、私。 <laughs> 旦那に相談する前に考えられないすごいそれもうすぐうちほら今ヨドバシカメラの秋葉原の自転車で行けるからシャーって自転車で行って <laughs> で平日の昼間の方がほら人少ないからもうすぐうその場で選んでその場で買って次の日に配達してもらいましたからねこの判断力と行動力 <laughs> まあこれですね もうそうですね。その引っ越しを1週間でできるかって話ですよね。それがいや、本読んでさ、<laughs> ちょっと信じられなかった週間かって。引っ越したわけじゃないよ、1週間。1週間で決めたってことだから、物件を。引っ越しはね、<通>多分ね、でもね、1か月半ぐらいかな。<ー>うん、決めるのも1か月は早いよね、結構。1か月じゃないよ、一週間。一週間、1週間、1週間は早いよね。<laughs> 決めるの1週間は早いと思うんですよ。<laughs> いやこれはちょっとね、長女にはあの申し訳ないことをしたなって、ちょっと本には書かなかったんですけど、<ー>当時4人,でそう4人暮らしだったわけですよ、千葉県我孫子市で。それで、長女は学校の先生をしていて、家から近くの学校に通っていました、教師として。で、次女は東京都内の大学に通っていました。それで、今の私、あの荒川区に引っ越してきたんですけど、そうすると、長女は、 あの勤務先の学校が遠くなるわけですよだから <laughs> ど多分彼女は通わないだろうなと思ったから私は勝手にあのもう3人で暮らすっていう自分の中のイメージなわけですよ。よ<ー>それであ,ある時気づいたら長女に相談してないと。思って,って <laughs> それで あのさ、ちょっと相談があるんだけどさって言ったら、長女も長女で何何ななまた、犬を一匹増やすとかそういう話って言われて違う違う。家のことなんだけどさあって言ったら、うちの長女が。あ、なんかお母さん、これだから、引っ越したいとか、なんとか都内に引っ越したいって言ってたから、まあまあ、あなたの性格上、すぐ引っ越すだろうなと思ったから、私はもうアパートを探しているとい。えらい 娘さんも,もう一人暮らしのアパート探してるって言ってさすが私の娘だってすごい思ったお母さんのことよく理解してるわ <laughs> それで行動に移してんだもんな大したもんだでただ娘はうちにいる間は何もしなかったんですよ何もしないというか家事を手伝ったこともなく、まあ、仕事はちゃんとしてましたけど、うん、家のことは何もしなかったからこの,この子は 一人暮らしできるんだろうかと思ったら、なんと一人暮らしをしたら、ものすごく家事能力がある子だったっていうこと<ー>私びっくりしたんですけどあの、家族がいたから手を出さなかったっていうんですよ、うちの娘は。本当かなって思うんだけど、どね、でも一人だと自分がやるしかないし、やってみたらすごく楽しくて、もういつ行っても家ピカピカなんですよ、うち<ー>の。で、今も結婚してますけど、本当にまめにいろいろやってるので、夫婦で。 だから、あの時外に出して、良かったかなって、今は思ってますよ。あの時はもう勝手にごめんなさいって思ったけど、娘も本当は一人暮らししたかったんだって言ってたから、まあ、いいきっかけっちゃきっかけだったけど、バタバタしてましたよね。<laughs> やばいぞ、お母さん東京行くぞって。私、家出なきゃって。 勝手に思ってたっていうのがちょっと面白かったですね。お母さん暴走すぎだよね。<laughs> もう暴走すぎ暴走気味。気味うん、そういう親を見て育った娘はどう考えてるのか一回話をね聞いてみたいなっていうの思いますけどね。面白 <laughs> まあちょっとすげえ滝に渡りましたな、ね、今日は。そうですね。ちょっと九十分もう経っちゃったので、えー、もう話し始めるとキリがないんですけど、私かなりあの今日たくさん本に書けなかったことを話せたので。 すっきりしましたよ。うん。久しぶりにテリーさんとゆっくり話できた。本当に今度は対面でお会いしたいですよね。ね。前になって対面でコロナの前にね、一回お話ししたのにね。もう一年二年。もっともっと。もっとでしょ三年ぐらいじゃない。そう。多分あの映像お蔵入りでしょ。すごい時間かくて。 持ってるんだけどもうすでにやったじゃないですか、一回、ズキさんのやつ。なんで中身が重複してるので、出せないなと思って、入り。でもあれはあれで、ほら、リアルの良さがね、目の前にテリーさんがいるっていう、やっぱり、テリーさんと酒井さんも2人でやったのあったでしょあれもズームじゃなくてリアルで話してたっていうのもすごく良かったし、だからまたね、リアルでやりたいですね。何かね。そうね。ぜひやりたいです。 いやー、はい、こんんなでかかったんだろう,かう今日収録はこんな感じでよかったんでしょうかね。なんか話はあちこち行っちゃいましたけど。とりあえず挨拶しますか。<laughs> 最後だけは。<っ> <laughs> はい。ということであの、話は尽きないんですけど、えーと、今日はこういうところでお話を終わりたいと思います。テリーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい, <laughs> はい。